はい、昔のゲームを現世代のプラットフォームに移植するときにどのような問題が起こりますか？はー、ですね、もうこれ、はっきりしてますが、昔のですね、データが、まず、見つかりません。これはですね、やっぱり、データって結局最終的なデータっていうものは、全部、開発を行っているサーバーに、アップされていて、それが最終的に、出来上がった、作品であり、商品なんですけども、そのデータもちろんあるんですよ。あるんですけど、これも完全なマスターデータになりまして、例えば昔 PS1 とか PS2 で作ったものを今 PS4 や PS5 で、例えばリマスターして、出しましょうって。実は過去ね、ドットハック GU、ラストリコードっていう、PS2 で2006年、2007年に展開したゲームもですね、ちょうどそれから10年、2017年に、PS4 で出しましたんですけども、わずか、10年ですね。でも、やっぱりすべてのデータは、見つかりませんでした。で、結果的にないデータ、やっぱデータが、いわゆる、後からでもちゃんといじれるような状態で、残ってないんですね。これはもう、やっぱデータを扱ってるのが、人であって、結局、サーバーにあるデータっていうのは、もう固められてしまったデータなので、それをじゃあ、テクスチャーの1枚から、解像度変えてやろうってやるときに、元のじゃあ、フォトショップのデータを探そうってなると、なかなかそれが、こう、あるものとないもの、ムービーのデータですらやっぱそうで、なので、やっぱ昔と違って今、やっぱゲームの解像度も違うので、テクスチャーの1枚から、動画の1カットから、やり直すってなると、結構、開発環境をそのまま持ってくるってことが難しくて、で、あと、これCG ツール、DCC ツールって言われている、ツールのバージョンがやっぱ違ってですね、昔のバージョンのファイルはあっても、それを今の、バージョンで開けなかったりとか、そもそもプラグインが対応してなかったりとかっていう、結構細かい問題が山積みなんですね。で、ラストリコードを作った時にも、結局あるデータとないデータがあって、それをもうある種復元するっていうことと、もう、見ながら、ゼロから作るっていうことの、両方を、結果的にやりましたね。なので、これはよく他社さんでも聞く話なんですけども、結構ね、昔、こう、ファミコンとか、ニンテンドー DS とか、そういう、こう、小さい、サイズのね、ゲームを今の、コンソールに移植しましょうっていう時に、じゃあこれ前のそのデータとかはいただけるんですかっていう話をメーカーさんに話しても、もうデータ残ってないから、もう自分たちでめこみでやってみたいなことはね、結構実はこれゲーム業界、なんでしょうね、ずさんなわけじゃないんですけども、ちゃんとデータも取ってあるんですよ。取ってあるんですけども、やっぱりどっかで、劣化してたり、撮ってたはずなのに、それがレイヤーがなぜか分かれてなかったりとかっていう、いわゆる完璧な状態で残ってるわけではないっていうことが、もう人間である以上必ずミスは生まれるので、で、やっぱこう、それを作った人がもう退職していて、行方が分からないとか、データがどこにあるのか分からないっていうことは、もうこれ、人間的なミスでやっぱり必ずやっぱ起きてしまうので、完璧な状態で制作データが揃うってことは多分ないと思うんで、まずそこを取り揃えることと、もう、直した方が早いのか、もうゼロから作った方が早いのかっていう、もう、ジレンマが毎回起きますね。なので、昔のやつをパッと持ってきて、高い解像度でビューって出せばいい。もう、それで一個商品にできるっていうほど実は、簡単なことでは、ございません。なので、うちはね、そんなに、こう、リメイクを、やってきてるわけではないんですけども、ドットワークの時にやってみて、それはちょっと感じましたね。はい、そんな苦労が待ってますので、皆さんもぜひ、気をつけてくださいというか、そこは覚悟してくださいね。はい。